はい、田中球児です。今日クリスマスイブですよね。で、COD モバイルやってる人の 99% ってクリスマスイブ関係ないんですよ。まあ、だから運営がね、お前らやることないだろって言わんばかりに、ラン&ガンっていうね、イベントが来て、新武器の QXR が来ました。いわゆるね、MP7 ってやつですね。まあ、なんで本名使わないかっていうと、クククククっていう感じです。はい。で、こいつは4発キルなのかな？なんだ、5発キルかよ。5発キルなの？マジで？お前10メートルだと6発キルじゃねえか。これレート相当高いんだろうな。で、反動とレートはどんな感じかっていうと、って感じっすね。なんか、緊急速報。MP7 データ取ったら、コルドライトバージョン2であることが判明しました。というのも、レートがコルドライトと同じで、ダメージも、まあ、5発キルでコルドライトと同じなんですよ。だからコルドライトバージョン2っすね、こいつ。しかも同じ40発っすからね。これ、ほら。同じ40発。これ、コルダイトバージョン2っすね。MP7。反動も結構似てない？いくよ、これコルダイトね。これコルダイトだよ。横ブレ強くてって感じじゃん？で、これ MP7 ね。反動似て、これコルダイトバージョン2だと思うんだよな。多分。で、使っていくんだけど、この武器さ、この武器コルダイトバージョン2なんですよ、要は。だからさ、コルダイトさ、ちょっと前に弱いとか言っちゃったんだよね。この武器さ、強いって言えねえじゃん。だから強いって言うとさ、でもお前、コルダイトバージョン2って言ってるけど、コルダイトバカにしてたよなって。弱くねとか言ってたよなって。お前、コルダイト弱いって言ったのに、この武器最強とかつけるのはちょっとおかしいんじゃねえかと。突っ込まれかねないんだよ。だからどうしようかな。でもさ、新武器最強って書きたいじゃん、やっぱ。書きたいんですよ。やっぱ再生回数欲しいから。ってなるとどう考えるか。このね、俺間違ってました。俺これ QXR コルダイトね、バージョン2じゃないですわ。これ、レート取り間違えて俺。レートね、実は 1.5 倍ぐらいだったかもしれない。だからよくもう一回取り直したらね、1.5 倍とかなんか3倍ぐらいって気するんだよね。だからコルダイトのなんかその、強さの3倍あるってことなんですよ、この武器。だから最強。わかる？現実が間違った。そう、俺のデータが間違った。データがね、間違ってから、強いってことでね、MP7 じゃなくて QXR か使っていくんだけど、まあね、この武器ね、多分ね、カスタマイズのなんかレートが上がるみたいなカスタマイズが出てから本番な気がする。デフォルトは正直そんなね、もうめっちゃ強いわけじゃない。だって横ハンドあるもん。横ハンドあるから、まあ最強ですかって言われたら、ピースキーパーって結構最強な側面あったんだよ。3発キルで、あの、デュアルフェネックをね、超える TTK っていうね、最強要素あったんだけど、この武器はね、強くねえだって言おうと思ったけど、結構強くね。8キルしてるんだけどさ。いや、弾多いってのが安定感かもしれないな。でもお前、でもコルダイト弾多いじゃんって。コルダイト強いよねって言われかねないんだけど、違うんだよ。MP7 って大体の種類強いんですよ。で、強いからっていう固定概念があるのね。固定概念が。コルダイトってなんかさ、名前、なんかわけわからんじゃん。なんでコルダイトってみたいな。ワニかみたいな。確かコルダイトってワニだって意味だと思うんだよね。だからちょっとさ、MP7 ってもう COD ユーザーだったら誰でも知ってるじゃん。だからそういう固定概念で強さが決まってる気するんだよね。強い。なんでこんな強いの？なんでコルダイトバージョン2なのにこんな強いの？なんでなの？なんでなの？何が違うの？コルダイトと MP7 って。強くね？明らかに。いや、絶対隠し効果あるよ、これ。ワサップ的な隠し効果絶対あるわ。まあ、それか味方が強いだけって言おうと思ってて、俺が圧倒的にキル取ってるからね。ぶっちゃけ俺のおかげで、このスコア差ある感じみたいな感じだから。味方が強いだけって感じでもないんだよ、別に。ってことは MP7 ガチで強いのでは、これは最強だなということで。最強、待って、あい、もう、ショー出てこいよ、早くということで、あっさり勝ちました。ラストここさ、追加さ、したじゃん、ランクマッチで。めっちゃ言われてんぞ、クソマップなのに追加すんじゃねえよっていう。でも皆さん、安心してください。実はですね、これ MW2 のクソマップなんですけど、BOCW のクソマップこと、マイアミが来るご予定です。マイアミに震える。マジでクソマップだから。ラストの500倍クソマップだから。マジ、ラストは買いマップだよ。なにこれこれ。今お前ワープしながら来たぞ、今。でもなぜお前気づいてねえのか。まあワープしたからそれ気づかねえか。これなんであいつ、あいつためぐれしてたの。いやでもここ惜しくね。やっぱラスト神、いや、もう、上を見るな。下を見とけ、マジで。やっぱラストクソマップか、これ。これ、今負けてないね、今の。あのおばさんさ、結構さ、なんか判定狂ってると思うんだよね、あのメガネ女。アーバントラッカーと違って可愛くもねえのに判定狂ってて、マジで腹立つ。え、なにこのバグ。え、やばれ。え、なにこのバグ。え、やばれこのバグ。なんか、え、障害物が見えないバグ発生してるけど。え、あ、出てきた、障害物出てきた。なんだって今のバグは。投資バグという名付けよう。今謎バグ。後ろで湧いたぞ、今。ここしくね。ほら、メガネ絶対反対おかしいわ、このメガネ。可愛くないアーバントラカと名付けよう。
だいたいさ、アニメとか漫画でもメガネキャラって基本可愛くねえかな、マジで。待って、バレてない、これ。これ、待って、お前ら、待って、UAV、空見て UAV オンライン知ってるか、UAV って。これ絶対初心者のタスクでやらしとけ、UAV 落とすってタスク、マジで。ほんとに。俺しか落としてないもん、マジ UAV。20試合やって俺以外 UAV 落としたのね、マジ少ないから、UAV 落とし中のね、皆さんわかる俺。UAV 落としてるのって、まあ、またここ、またここやべえな、これなんか、得点のなんか透けるんだけど、これ透けるんだけど、このバグ、やばくない？この距離やって、強い、いやー、さすが QXR、強い。待って、お前、内側に来い。内側に来んなよ、マジで。ここ、大マシン強そうだよ。待って、今の強い。ちょっと、頼むわ、行ってこい。先行け。先、何を構えてんだ、お前。先いないぞ。いや、いそうだ、いた、先行った。いや、ここ、絶望。だって UAV じゃね、また UAV で、どんだけ UAV 出てくるんじゃ。え、これ無理だろ、これ挟まれてんだけど、これ。一人やっての、メガネやって、もう、メガネの奥にメガネいるのか？俺以外ボコられてるでしょ、これ。多分俺以外マジでボコられてんだけど、これを楽しめてる。やっぱ QXR が強いからじゃね？そこそこ。いや、なんか微妙に強い時あるんだよな、この武器。もう、アーバンと、もう、アーバン二人とか地獄みたいなやつやめろ。やっぱ女好きってクソだな。やっぱ男好きだ。サミット、チームレスマッチ。行くけど、うわー、メガネだ。でもメガネが味方にいるってことが分かったか。でサプレッサーつけてみたんだけど、それはサプレッサー前だね。やっぱこ今さ、足音結構ガンガン聞こえる環境だから、逆にさ、なこういう音がしない武器って強いと思うんだよね。音がするとやっぱバレてさ、待たれると負けるからね。からサプレッサーでイモルの今最強。ふぅー、めっちゃ、いや、めっちゃいる。増えてる、むしろ。え、なんでこっちを見てるじゃん。前もいたじゃん。やばい、これはね、強ポジガン待ちパターンだね、これ明らかに。あ、強ポジガン待ち2人だね、これ。もういかんわ。お前らの思い通りに、ね、立ち止まりしてやると思うな。俺はね、後ろへ行く。あの強ポジ絶対勝てねえから。さすがにこっから来てる人見てないでしょ。1人やってね、やっぱサプレッサー正義だわ。で、ここ。こんなキモい立ち回り、これはする。なんでここを見るの？は？すいません、この試合全然面白くないです。私の読み通りに敵が全く来ません。いや、これは美味しいでしょ。1人やっての。ダリア、おいしい！この試合、神試合じゃねえか。これ、後ろから湧いたぞ。絶対、こっから湧いた。ほらね。俺の読み当たってるんですよ、これ。で、やばい。来ないで。こっ、UAV 出して。このキモ立ち回りは読めない。さすがに、ここで待ってること読まれたらきついよ。やっぱね、このキモすぎる立ち回りで、相手を圧倒。相手は圧倒だ、これ。来いよ。遠いよ。絶望してそう。クソつまんなそう今の。やっぱ芋なんだよなこのゲーム。UAV出てます皆さん。UAV 気づいて。素晴らしい。この人素晴らしいわ。UAV 落としてくれるなんて素晴らしい。神人材といえよ。今バグったよねサイトね。それがバグったよね。でこれアナイアレーターいるからあんまいけないんだよな正直。アナイアレーター犠牲になれ。よしこいつが犠牲になってくれた。オッケー。今、やばくね。これが脇で裏取りの技術なんだよな。ムーブたちはなんか歩いて裏取りするらしいけど、これぐらい上手くなっちまうと脇で裏取りできるんだよな。下手くそども見てるか？これが技術。脇まで調整。無理。オッケー、死ね。はい、終わらせろ、死ね。面白くな。だって、まあ、今回こんな感じで、MP7 を、いや、QXR を使っていきましたが、まあ、そこそこ強いですね。そこそこ強いですけど、めっちゃ強いってわけじゃない。ぶっちゃけ。まあ、普通の武器って感じですね。多分1週間もしたら使われなくなるんじゃないかなと、勝手に読んでいますが。じゃあ、今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。